お待たせいたしました。水沢由美のキラキララということで、今日はですね、乙女座の相棒きょうちゃんのお店クーにやってまいりまして、素晴らしいゲストの皆さんをご紹介して奥様ずは奥様だけよ、奥様ずはうまくっちゃダメよ、奥様ずに入ったきゃ結婚すれば入れ、こんな素敵な女性美女ばっかりです、さらっと今日今ね撮ってるつとむくんもすごい喜んでると思います。何しろね、女性はね綺麗な人じゃない僕嫌だって言うから、もう一生懸命綺麗な人集めて今日嬉しいですね。よかったかな、なんか一応丸していく、よかったですねということでね、どんな方が集まってるのかね、ちょっとね伺ってみたいと思いますね。まあさえちゃんはねもまたよく知ってるんで、ちょっと全然知らない方、お嬢様じゃない、奥様はおいくつですか。18歳です。こちらの奥様は。私17歳です。え、こちらの奥様。じゃあ16歳です。じゃあ16歳ってのは面白かったですね。そうです。え、何年ぐらいやりになってるの。13年ぐらいかしら。18歳で13年ですか。いつ結婚されたんですか。5歳計算は合いますね。なんかすごい楽しいんですけど、どうですか、あの歌われててこのグループで歌って。
ね、もうあの元気が出ます。いつも明るくて皆さん笑ってらっしゃるので、はい、そうですよね。こんな素敵なドレスを皆さん着て、なんで最初にこう着るだけ恥ずかしくなかったですね。だんだんあの楽しくなって快感になってきました。快感になって、そうなんですね。いいですね。よかった、今日ちょっとオレンジ着て、ま、負けちゃうんじゃないかと。さやちゃん、その一番最初にこのオフサマーズっていうのが始まったのは、13年前、はい、とかってお聞きしたんですけれど、うん、誰が始めたの？このウクレレから始まりました。このもう割れてますけど、皆さんにお誕生日でもらったウクレレで、ウクレレは簡単ねって、あのね、ひょうちゃんが、はい、さやちゃんがいただいた結婚、はい、結婚してすぐに始めたんですよね。お祝いでいただいた。お祝いじゃん、誕生日だ、なんだっけ、忘れちゃったんですけど、13年経っちゃった。で、まあ、でも、はい、奥様になったので、奥様ずということで、あら、おめでとうございますということで、奥様、はい、でちょうど震災の、ね、年だったんですね。震災の、はい、3.11。 そうです。で、奥さんが元気になればということで、奥さんを集めようと。最初は2人から始めた。いや、10人、そうですね、10人から始めて、うん、こんなになっちゃった、はい、今日もちょっとお休みの人がいますから、はい、合計やっぱり25近くいるかな、うん、そうですね。そんなにいらっしゃるの、はい、でももし入りたいと思ったら、とにかく結婚経験して、1回でも結婚してればいいってこと。あとちょっとオーディションが、ちょっとオーディションがね、じゃオーディションは何、歌と、顔なるほど。個性的な、個性的ノリね、あの笑いがとてもありますよね。この前ちょっとあのコンサート見せていただいて、ありがとうございました。笑いが止まらなくなっちゃったね。こんな奥様ズっていうグループがあるんだろうかっていうくらいね、楽しい。で13年もね、13年もやってます、はい。きょうちゃん、そういうなんていうんですか、なんかこう集まりを作るっていうのが好きなの？集まり。そう、トゥギャダーです。ギャダー、ギャダー。でもそんな好きじゃなかったんだけど、うんうんうん、なんか楽しくなってきて。私も。最初楽しくなって。最初は2人でやってたじゃないですか。あ、最初は私と、そうそう、ね、私と、きょう、あ、私ときょうちゃんと乙女座というね、デュエット知ってますか？知ってる人もいるよね。知ってます、見てる人は。そうそう、9月8日はあの乙女座50周年ですかね。本当は18歳なのにね。どうやって引き算するんだろうね。ぜひその時は。だけどこうやってみんなでやるのもすごい楽しいし、うん、こっちの方が元気もらうようになりました。そうよね、まあね、うんうん、教授もね、いろいろね、本当ですよね。何ですか、この美しさの秘訣は何ですか？え、何、美しさの秘訣？笑ってること、笑うこと、笑うこと、食べること、寝ること。今食べ物で何が好きなんですか？焼き芋かな。深夜の焼き芋。深夜の焼き芋。深夜に食べるの1時ぐらいに。あ、そういえばね、きょうちゃんとね、あの一度九州のね、熊本や、うん、ね、あの熊本でも見ててくださってると思うんですけどね、あの時になんかおやきの、すごかったね、あれね。なんでその話思い出した、思い出した。お芋っていうからね。そう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 、あれ美味しかったね。いいもんだね。美味しかったです、すごく。九州の方なんか欲しがってますから。何かありましたら、きょうちゃんのところ。いいもんだ、ね、いいもん、ね、いや、ちょっと笑っていただいて、全然信じました。ちょっといっぱいです。ちょっと後ろ、あ、後ほどまたね、させていただきますかね。じゃあちょっと向こうの方も行ってもいい？はい。こんにちは。言いたいですよね、あのね、あの声いいですよね。ちょっと行ってみます、どうぞ。こんにちは。どうぞ。こんにちは。うまい。はい、こんにちは。きょうちゃん、じゃあゆみちゃんどうぞ。こんにちは。負けた。で、こちらの方も18歳ですか？17歳。あ、失礼いたしました。15です。13歳です。
13年もやってて計算が分かんなくなっちゃったあれなんてね。でも本当になんか楽しいですよ皆さん、ね、頭の中がみんなそんな感じ頭の中が13歳そうね、別にね考えてるわけじゃない考えてるわけじゃないないの、そのままでもなんかほら辛いこととか大変なこととかやっぱり奥様ってあるじゃないですか、うん、ここに来たらどうですか、でもね笑ってればね、なんとかなるかな。なんとかなるか、ここに来ると笑えるから。そうそうそう、ね、ここに来るとなんかわかんないけど元気になっちゃう。でみんなでお菓子食べて、ちょっと歌ってまたお菓子食べて、なので。ずっと喋ってます、ね。ずっと喋ってる。歌の練習いつやるの？まあ、ちょっとね、うん、集中してやっておしまい。だからいろんなもの食べ物がいっぱい来ます。毎日みんなどこ行ってきたとか、そういうのいっぱいあるでしょ。本当だ。まだ私いただいてませんけど。いいんですよ。そうなんだ。うん、わあ、じゃあここに週に一遍？週に一遍水曜日ごと。水曜日。毎週水曜日。毎週水曜日の夜8時から。配信もやってます、はい、あら、ちょっと水曜日ね、あの水沢のアイラブイットもねかぶってる、かぶっちゃってちょっと違う曜日にするからそうなの、うん、でもご苦労とかありませんか、これだけ大人数の高中生みたいなね話聞かないから、みんなお話聞いてって言ってもちょっと何回も言わないと、それで聞いてるようで聞いてないよね、あ、はいはいはいとか、そう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 、そうなるからね今後ね、今後ね、うん、耳も遠くなってきた、そうだからね、そういうことで、車椅子をしてこうやって、車椅子、はい、それでおいくつですか？そうそう18です、もうボケになっちゃった、でも笑ってるっていうことが、笑ってることはいいことです、うん。なんかほら、きょうちゃんの、あのに会うと、なんかお医者さんに会ったような気がするって誰か言ってませんでした？お医者さんこの方は先生のお医者さんだよ ね、でもね、そうね、そうそう、あのなんていうか、そうカウンセリングカウンセリングします、カウンセリング、ね、はいはいはい、はい、それ例えば何、離婚の話だとか、離婚の話とかと悩んでること、うん、まあ大したこと人に言うとほらちょっと解決するでしょ、あ確かに ね、うん、で、あのやっぱり知り合いには言いにくいし、そうそうそう、言ってバレたりしたら困るし、そう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 、で京ちゃんは口が硬いの、硬いよ硬いよ、これ硬いの本当、硬いよ、大丈夫かな食べるときはちょっと柔らかくそうなんだ、はい、これまでで一番ショックなあの相談事って何だ、それ言っちゃダメだダメでしょ、危ない危ない、ルード人の、なんでそれ言っちゃダメなの、たかがお話だから、そんな話ダメじゃないよ、ドロドロしてるんだからドロドロしてる、あとでねだって、そういうことも解決してくれるんですね、解決しないで解決だけ、だけそうね、うん、聞いてくれるっていうことでね、はい、ありがとうございます、そうですね、皆さん10代だということなんですけれども、このグループに入って一番嬉しかったことって何か、あ、ごめんなさい、何かな、はい、やっぱりあのお仲間が増えたっていうのは、年齢がね18以上になるとなかなかあのお友達って増えないですけれど、本当にあのいいお友達がたくさん増えて嬉しいお友達が、うん、ね、やっぱりあの、ま、こちらで皆さん10代の方が、ね、ほとんどですけれども、ま、大人になって急に従ってやっぱり友達は女じゃなきゃなみたいなね、そういうとこ、そうだね、あるかもね、確かになんか気使わなくてもいいし、うん、気使わ気使わないんだみんな。使わないです。使わない。使えないんです。使えない。使えない。すいません、ちょっと待って。気は使えない。まあ、気を使えない。使えないんです。気にしない。気にしない。全然気にしてない。気にしないんですか。なるほどね。それが健康の秘訣かもしれない。そう、忘れちゃうみたいで。忘れられるっていうこともね、いいこと、いいこと、言うこと何、言うこと忘れちゃうのね、でも歌ちゃんと覚えてる、そうなの、ね、見ないと歌えないです、何回やっても覚えられない
それでも参加ができるそう、それが奥様ズ、いいですね。でもね、なんか時々は真面目な歌も歌うんですか？時々合唱やるので、その時は、ね、合唱最近コーラス始めましたので。そうなんですか。さえちゃんはね、もう歌姫のごとくね、素晴らしいあの歌手でいらっしゃいますけどね。ひょうちゃんは何でも弾けますからね。いや、何でも弾けない、何でも弾けないから。何でもこんな感じっていう感じ、はい、あ、こんな感じは大丈夫。いやいや、もう乙女座のきょうちゃんですからね。もうゆみちゃんがいてこそですから。この感じですよ。9月によろしくお願いします。ということでね、はい、ありがとうございました。いろいろね、またお話もね、どんどん聞きたいんですけれども、歌の方もね、しっかりとお聞きしたいなということもありまして、うん、はい、まだまだ歌っていただけるのでしょうか。はい、歌詞もあるようなのでね、はい、あの、ちゃんと めくってね、はい、ね、でも覚えられない。覚えられないです。いや、聞いても間違いません。それはわかりますけど。それでは今日は。きょうちゃんが、あ、きょうって今回ね、ピアノの方に向かっていただきまして、はい、じゃあ、ウクレレはちょっと、あの、はい、下ろしていただいてですかね、はい、じゃあ、 あの、下見えないように上手に映してくださいね。あとは美しく、いいですね。ストン君、お願いしますよ。それでは、さやちゃん、今日何を歌ってくださる？あの鐘を鳴らすのはあなた。です。
キラキララ。今日のゲストは奥様の皆さんでした。